さあ、全国チャンネルにプロ野球の癒し系と言われている真中前監督やってまいりました。こんにちは、お願いします。まあ、癒し系ではないですけどね。癒し系って言われてるらしいぞ。誰がですか？真中が言われてるんだって。本当ですか？じゃあそのね、さらっともう一つそのサブチャンネルでデーブ大久保チャンネルってやってるんだけど、そこで話すんだ、はい、君の人となるよ。あの150ヤードのドライバーショットとか。あ、でも最近200超えるようになりました。まあでもまだ200ですけど。大したことはないですけど、センスないんですよ。違う、セッティングしに行ったんだっぺよ。あれフィッティングですね。フィッティングして、はい、セッティングではないです。業界用も好きなんだよ。それで行ったんだろ。行きました。ゴルフショップに。はい、行きました。ヘッドスピード上がって、ヘッドスピード上がって行って、でね、僕初めてですよ。もう本当自分でいつももらったものばっかりだったんで、うん、でこう測って、うん、でもう30分ぐらいですかね、うん、フィッティングして、やるよな。でこう自分に合うクラブを買って、うん、で2週間後ぐらい楽しみに届くからっつって、うん、家に来たクラブが右のクラブです。右ですよ。次の日ラウンド行こうと思って、よし新しいクラブだと思って。違う、その時一緒だっぺよ。そう。いや、嬉しいじゃないですか、ね、クラブって新しいの来た時って。その時ね、お前言ってたんだよ、このフィッティングしに行って作ったんですよって思ってきますからって。したら反対のクラブだった。あれクラブ新しいやつかって言ったら、違うんですよ。こうやって家でこうやって向いて嬉しそうにこうやってやったら、あれこれ反対向いてない。30分僕スイングしてんですよ。左利きって分かるでしょ。それフィッティングしてねえな。しましたよ、ちゃんとしたんですけど。まあね、振りだった、まあ、一番大事なとこ忘れたってことですね。フィッティングの意味ないですからね。でもまあその後1週間後ぐらいすぐ届いたんですけど。でもやってなかったんだぜな。はい、まあ、ね、雰囲気だけ出してもらった。まあでもネタ的には最高のネタですけど、なかなかね反対のクラブ来ないでしょ。な、はい、簡単にな、はい、言われ成人男子ぐらい飛ばしてください。最近面白いですよ、ゴルフ。最近面白い結構行ってるんですけど、うん、なんかね、100個ちょっと切り出したんですよ、うん、で90に100切りになったの。なったんですよ。で90にかかりぐらいになって、90とか92とかバンバン出だして、うんうん、でなんか色気出るじゃないですか。出るやっぱドライバー200ヤードじゃ走りができないでしょ。でちょっとやっぱりドライバー振りたくなるんですよ。で220とか240を求めるようになると、うん、振るでしょ、うん、そうすると曲がり出すんですよ。で今度また逆通りで100ちょっととかになってきちゃって、で今ねちょうどこういってこういってこの辺のぐらいなんですよ。そうけ、まあ、だ今ちょっと100回今前後ぐらいなんですけど。やってんだ。やってんですよ。やっぱゴルフのがよ、あのコロナもあの密じゃないんだよ実は。いや今俺全然ですね、ゴルフ場のがいい。受付して、でもそのまま、クラブハウスも使わずに、そうそうそう、ラウンドして、カートに乗っちゃって、で帰りもお風呂もね入んねえ、ほぼ入らず、うん、そのままもう帰ってくるだけなんで、そうそうそう、まあ公園散歩してるよりはほどいいよ。公園なんか見てみろ、ガキンチョラでいっぱいだから今かわいそうに。そのレベルですから。それやってんの。そうなんですよ。あんだけな、あんまり乗り気じゃなかったもんな。最初は嫌いだったんですけど。だってもうやることないじゃないですか、ね、これ。医療部脱いだら。でね、家にボロボロしてるよりは健康的だなと思って。ご近所だからな。はい、始めたんですよ。だから僕暇な時、週に3回とか打ちっぱなしとか行きますからね。そうけ、はい。あの水道タンクのあたり行くのか、これあんね、高島平の方行きます。あ、ちょっと隣行くから慣れてんだ。そうです。ヤクルトの人は高速使っちゃえば早いですけど。そうです。練習場まで行ってんだ。行きますよ、朝だって9時オープンで、ギリにもう8時50分ぐらい行ったりします。そうけ、はい、あの去年の1回目の緊急事態宣言あったっぺよ、はいはい、あの時はもう帰って人だらけで練習場が、ああ、これは密だと思って、はい、もう俺もコース言い出したの。あ、なるほど。練習場来てんならこれ危ねって。そうです、あれマスコミちょっと悪かったですよね。なんか河川敷で打ちっぱなししてても別に良かったんですよね、あのね。そうなんだよ、なんかゴルフ場の打ちっぱなしがダメみたいな映像を撮るから。そうそうそう、なんかみんな行けなくなっちゃって、行けなくなっちゃっただけで。でも全然みんな同じ方向見てますし、しゃべんねえし、しゃべんないし、あれしゃべるやついないですもんね、一人で。あれしかも2メーターってペアの距離、はい、2メーター以内に近寄ったら危なくて打てないだから全然平気なんですけど、なんかほらね、そう悪者見てんだってな、なんかこう娯楽イコールもダメみたいな、ね、ダメみたいな感じだったから、ちょっと大変だったですけど。そうだ、ゴルフ場今一番安全だと思う、スポーツで。今忙しいですよ、ゴルフ場も。そう、はい、バブルが来てんだよ、ゴルフ場は、ね、全然大丈夫ですよ。もう大丈夫なんだよ、はい、でやっぺまたやりましょう、お願いします。ちょっとドライバー220ぐらい目指してるんで。でもね、今ちょっと遠慮してますけど、当たった時は240とか言ってますからね。まだ見ててか信じないのか。
なんだ、野球の話しないんですか、この番組。いや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 、ゴルフの話ですか。いやいや、いいんで。ピューっつって、横に走かんの、チュ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 って、ボールなの、これ。そうです、横にランが出ちゃうんで、前にランしないんですよ。右サイドから左サイドにこうランしちゃうから前に飛んでないんですよ、ね、だけどさ、監督お互いやったと同じ時期に、はいはい、まあいいよ、真中優勝したから まだな、はい、だけどその勝って負けだってやってるあの苦労から見たらさ、はいはい、正直今の生活って気持ち的には楽じゃない？緊張感とかそういうストレス面的には楽ってば楽ですね。野球のことだってほら、結局なんか休みの日とかも、うん、シーズンオフとかもなんかずっと野球のこと考えるじゃないですか。24時間な、はい、だからなんかそういうストレスはあったんですけど、今は一つの仕事に集中してこれが終わればちょっとまたスッキリ、終わればスッキリって感じなんで、こう気分転換っていうかずっと追い込まれてない感じは楽ですよね。なあ、お互いプレーキングスやってっぺよ、はい、あれも別に視聴率ってそんなに出すみたいに4打数1安打って出めえよ。ああ、そうですね。そういう意味ではプレッシャーは違うもんな。ちょっと違いますね。まあやられたことをねちゃんとやりたいと思うんですけど、うん、やるわな、はい、なんだっけかの VTR、アバンですか。そんな笑うことじゃないでしょ。あの俺のが長い部よ、解説者やテレビやってんのが、はいはい、俺28回やってんだから、はいはい、10年抜けだってもう20年ぐらいやってんだよ、はい、だけどその解説者がアバンを気にした人はお前だけだ。いやいや、だってオープニング、はい、すぐ始まりますよっていうのと、あの1分半のアバンあってから始まりますかって言われると、やっぱ1分半でいろいろ準備ができたり、うん、気持ちもちょっと落ち着けるじゃないですか。いやったよく飛んでおはようございますよりは、あ、ちょっと1分半時間あるのねっていう方がちょっといろいろこうね、うん、あんだ、はい、そう意外とこう見ても貴重面ですからね。わかります？わかんないですか？一緒にしないでくださいよ、デブさん、お願いしますよ。だってあのくじ引きだってそうだ、もうめぐれた初めてだな、あれもう二度と出ねえ、あれも、あれは過去に何年ドラフトやってた今まで、あれはないんじゃないですか。あれ、いや、そもそももうルール変わってますから間違いようがないですもん。あの真中事件から、はい、あれからもう外れは白紙になりましたん で当たりと外れがもう分かれ、前外れも買いだったよな、なんかな、外れも NPB のマークがあるんですよ、うん、だからそれの横に交渉権獲得みたいのがあるんですけど、うん、僕は勝手に NPB のマークだけを見てもう当たりと思っちゃったんですけど。だってちょっと待って、俺も1回だけ出てんだよ、ドラフト。ああ、そうですよね。あ、どう見ても間違いないけどな。しかもあれちゃんとこうテーブルの下に外れと当たり のサンプル置いてますから。置いてるよ、はい、だからしかも僕あれ2回目ですから、くじ引き。あれ NPB のマークで当たったと思ってたの。そうなんですよ。だから当たった しかも、うん、あの時はもう誰よりも先に手を挙げてやろうっていう意味で、金坊さんで2人しかいなかったです。で前の年は僕ちょっとゆっくり開けてて、あ、2人だけか、先に上げられちゃったんですよ、うん、で悔しいじゃないですか、うん、俺が先にめくってあげたよっていう思いが強すぎて、チラッと見る瞬間にもう上げちゃったんですよ。あれそうだな、あれ金が、金本さんです。金本、はい、だスルーと書いたもんな。そうです。だ金本さんはあまりにも僕の早かったんで、もう確認しないで帰ったってましたけど、であれ金本さんほら、なんで確認しないんだよとか責める人いますけど、うん、横であんだけのガッツポーズしたら、いませんよ、僕も。僕でもいませんよ、絶対に。したら、ヤクルトのテーブルを、うわーそうそう。あれはね、あの金本さんは全く責任ないと思います。監督なんだからちゃんと確認しろとか言う人いるけど。で、どうやって気がついたの、あれ。で、当たった後にちゃんとこう担当の人から渡すんですよ、うん、でその人は多分持っていったんじゃないですか。でちょっと、あ、その人も確認しないで当たったもんだと思って多分ね、おかしいと思ったんですよ。おかしいと思ったんですけど、多分僕はもうカメラで高山君一緒に神宮でプレーしようとか言ってるから、多分止めれないんですよ、生放送ですもん。止めれないじゃないですか、その状況で。だからあーと思ったんでしょうけど、僕は多分やっちゃってるん でそのまま多分担当の人が戻ってるんです。でコメントした後に CM 入りますって、 CM 中にその担当の人が来て、真中さんの引いたくじはこのくじですよね、嘘も言えねえ、あ、そうですよって言ったら、あ、わかりました、そこで違いますと何も言ってくれないです、うん、あ、そうですよねって確認して、なんで来たんだと思ったら、そうそう、あれと思ったら1分後に交渉権の獲得は阪神タイガースです。そこで真中さんのは間違えてましたって一言も言ってくれなかったんですけど、テーブルの空気は、テーブルの空気はまあもちろん大変なことだったんですけど、周りが逆に気遣ってくれました。まあ一応もう監督なんで、みんな監督に気遣ってくれるじゃないですか。いやちょっと分かりづらかったかなとか、いやいや俺2回目出したとか思いながら。でもまあまあそれはねしょうがないですけど、
いやでもあれ本当に今ねもう全然笑い話というか開き直って全然何でも話していくんですけど、あの日だけはめちゃくちゃなんかもう恥ずかしくて、落ち込むって恥ずかしかったっぺ。恥ずかしかったですよ。だって生放送ですよ。だって高山君神宮で頑張ろうって。誰が死んだ神宮で。でコメントもコメントも考えてたから当たった時にこう喋ろうと思ったらその通りその通りカメラで見るから喋って恥ずかしいと思って穴にあったら入りたいってのは本当にああいうこと、いや本当恥ずかしかったです。だからその後二巡目のくじ引きとかも全然上のソロだったですドラフトとかもあれとか思いながら、まあそれぐらいちょっと恥ずかしかったです。あの安楽の時いいだっぺよ監督やった。そうそう安楽の時は僕外したんですよ。外したでしょ社長が2人で。ああそう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 。あの時だもん。でもスカウトってすごいなと思ったのは、はい、上岡ってのがいたんだよ、はいはい、俺同級生のスカウトが、はい、上岡がヤクルトは絶対安楽来ます、お絶対に来ます、だからこれうちと2球団の戦いなんですよ。そしたら橘社長も監督今回は監督があってなんで俺ですかってずっと引いてきてこれやってきてんだから言ってきてくださいよって言ったんだよ。橘さんって、くじ引き良かったんですもんね。くじ引きが強いです。何連勝かなんかですよ。デンザくらい良かったのに下俺引けたのに。そうだな、俺くじ引き悪いもんだ、うん、いやいやあの時もその社長も強気で出雲もこけ強気な発言する男がプル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 震えてたよ。あのいやそうなんですよ、あの部屋からみんな会議やっぱり、はいはい、最初にスカウト会議最後の、はいはい、でみんなこう前室に行って、はいはいはい、前年度の優勝から呼ばれてな、あの時から社長震えてんだから。いやねなんかあの緊張感ありますよね。あそこ行くの緊張感あります。カメラはもちろん回ってるし、なんかこうシーンと静寂な雰囲気の中で、あなるなる、うん、で名前呼ばれて、うん、はい開封してくださいと言われて、なんかもうドキドキするんですよなんかねちょっと独特な感じですよ。そうだろうな、はいはい、俺は立ちたくないと思ってマスコに。ああ分かりなんか、ね、見てるのが楽楽ですよね。楽楽だからあの緊張感の中でもう一気に僕はじけたじゃないですかだからもうね恥ずかしくて恥ずかしくてまあでもね あんなもいろいろあって、うん、なんか今はこういろいろねこんな話もできるし。そうなんだよな、はい、ちょっとあの時はちょっと恥ずかしかったですけど、でも史上一人だから。そうです、まあなんかちょっとね軽くトラブルで間違えた人はいたんですけど、まあ、まさか引いてない選手にコメントしたのは僕だけなんでそれは僕だけじゃないですかまさかないですからそんなこと。じゃあ俺は前から知ってっぺよ、はいはいはい、真中とはよく話した芸人でいいから、だからやらかしたなって分かるけど、はい、その世間は分かってみよう、はい、やっぱり優勝監督とか、はいはいはい、監督なんだから。そうですよね。それがまさかここまでやったらな、はい、僕がおっちょこちょでってことにね。なんか、はい、甲子園球場で飛び跳ねてたって知ってる人はねみんな知ってますけどねで高山に散々やられたっぺあの年。あの年やられましたよ今ちょっと高山ね元気ないですけどね、あの年やられましたよ高山にスコッパチ打たれてたスコッパチやられましたよその時は高山が打つたんびになんか胸が苦しかったです